るぞ。千キムシ、お前は誰だ？ここで何をしている？バイタニース。スネイステップシャティルシ。ジナスティック、マガインレス、メンカイダ・バリップ・ブレーミン。ありがとう、バイタニース。はい、こんにちは、ビッグボーイです。では今回もメトロエクソダス続きやっていきます。冒頭に挙げた通り、前回ね、水門のゲートを開けた時にカルマの上昇と減少が同時に起きちゃうっていう現象が起きてたんで、一応これまでもカルマがね上がっちゃったりした場面があったんだけど、その時は一度チェックポイントからやり直して可能な限りカルマを下げるように心がけてきたんで、これからもそんな感じでプレイしていきます。実際それがなんだろう、ストーリー内容に直接反映されてるのかはよくわからないけど、あ、ちょっと待って、コントローラーの割り当てが変わってた。よし、そう、要塞、今度は要塞に行って、バロの要塞に行って燃料を持ってくると。で、武器はショットガンとハンドガン。ショットガンね、12発ぐらい入るショットガンもあったんだけど、あっちはなんだ、威力がこの2連のショットガンに比べてだいぶ落ちちゃうから、で、おまけに弾も結構消費しちゃうんで、こっちのショットガン使ってこう。みんな来て、バロー守る。ゼロ、あのゲーム、よし。第二保留地域やつらはみんな施設に集まれ。うわ、もうこれ防衛体制取ってんのか。うわ、また砂嵐か。で、このまままっすぐ行けばいいか。下道に行った方がいいのかな、侵入するなら。上でもいいかな。いや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 、何も見えなくなるって。どこ、全然見えない。タンクのそばだ。タンク、アルトム。はい、そこか。ちょうど日が暮れてきたからちょうどいい。押す。今回はギウルも一緒だ。アルチョム、見たところメインゲートは連中が守っている。ゲートは通れない。ムナイバイラが囚人を監禁してる監獄の地下から行くんだ。囚人、
いずれにしても計画はこうだ。ギオルと俺で護衛を倒してゲートから入る。騒ぎになったとしてもなんとか奴らの注意をこっちに引きつけておく。その間にお前は地下から進め。地下ね、了解。行こう、俺たちも一緒に行く。ちょっと4スコ外しとこ。遅れを取るな。リフレックス、あ、そうそうそう、別のサイトを手に入れてて。一つ頼みがある。ん？できたら奴隷は殺さないでくれ。あ、それはもちろん。彼らは服従させられてるだけだ。ムナイバイラにバロンに彼らは怯えてる。それだけなんだ。こんなサイトを手に入れた。リフレックスと似たようなやつだけど。地元民についてはギウルが正しいだろう。ここだ。彼らはまだ子供だ。何年も洗脳されているだけなんだ。情けをかけてやるべきだ。あ、これか。鉄格子か。よし、こうしよう。わあ、雲を。俺が持ち上げるからお前が入れ。了解。どれが捕まってるっていうなら助けてあげないとな。殺すなんてもってのほか。急げ、こいつは重いんだぞ。はいはい。おい、よっしゃ、ほんじゃ行ってこよう。ダミル、二人は大丈夫でしょう。血を流さないでくれ、アルチョム。はいはい。頼む。意味ない。誰も行かない。バカがいない。え？私はここに立つ。一日中。彼に言って、バカな奴を見つけて奴隷にする方がマスター。意味ある。もう部族民か。いや、部族民もさ、一応奴隷なんだよね。それは分かってるんだけど。二人か。あ、寝てるのか。とんでもないいびきだ。気絶ならオッケーでしょ。こいつは寝かしておくか。どうしたらこんないびきをかく？スルーしようかな。うわうわうわ。わわわ。わあ、目が光ってる。と危ない。明かりはどんどん消していくぞ。ここ犬しか捕まってないよな。奴隷いないよな。オープン。また奴隷か。というかこの警戒中の BGM が解かれないから、なんだこれ、すでに見つかってる状態なのか何なのか。行くか。あ、やめなさい。なんだ、警戒されてんのか。いやー、奴隷を倒してはいけないから、少なくとも部族民だけを
殺傷しないといけない。どれが部族民？多分鈍器を持ってない、重火器を持ってるやつは部族民。だからこいつは部族民。なんか鈍器っぽかったけど、カルマは上がってないからいいや。よし、見つかったか。待て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 、めっちゃ来るぞめっちゃ来るぞ。ちょっ、え、届かない、なんで。よし、まだいる。あ、奴隷。奴隷は殺しはしないよ。どっかこの辺の檻に閉じ込められてる奴隷はいるか。犬は解放する必要ないしな。ここにはいないか。いや、ちょっと注意深く見ていかないとな。大丈夫そうだね。先進むか。あたつ。部族民たちはもう仕方がない。あれこそが完全なる奴隷だ。こっちか。だって奴隷も直後はめっちゃ野蛮だってバロン様も言ってたしな。あれは奴隷だし。こっちね。お、アミール、アルチョム、こちら見ろ。オーロラの出発準備はできた。そちらの状況はどうだ。どうぞ。予想より敵の数が多い。俺たちは建物の中だが、ギウルの姿を見失った。合図を待ってくれ。どうぞ。カルマが下がった。出たと同時に。うん、これが敵陣か。うわ、なんだあれ。顔になってる。おい。何？ダミール？交戦状態かすでに。心配だったな。おっす。いいニュースだ。見ろ、タンクは満タンだ。狙い通りにな。悪いニュースもある。ゲートがロックされてタンクを持ち出すことができない。大佐、こちらダミール。タンクは確保しましたが、ゲートに問題が。わかった。それならプラン B で行こう。いいな。見ろ、ゲートと塔はこのケーブルでつながってる。ゲートか。まるで要塞だ。え、なんかもっと敵がたくさんいるもんかと思ってた。よもや我々の要塞を本当に攻撃するつもりじゃあるまい。お前の勇気には敬意を払うが、命を簡単に投げ出すのは無駄というものだぞ。お前たち二人のうちリーダーはどっちだ。ここまで来い。話し合おうじゃないか。なんだって？急に話を変えやがって。やつの計画通りにはいかなそうだが。銃を下ろして上がってこい。さもなければ意味もなく大量の血を流すことになる。どうする？とりあえず下ろしていってみよう。
ゲートを開けて客人を入れろ。ギュール、うん、どこに行った？ギュール捕まってる。私はもう塔の上だ。考えがある。え、まさか裏切り者じゃないよね。まさかね。上がってこい。触れることすらしないさ。それがお望みじゃない限りな。嫌な予感がする。見ろ。だが他に方法はない。この砂漠を抜けられなければ俺たちは死んだも同然だ。幸運を祈るアルチャム。取引が失敗したら俺はまあできることをやるさ。話したいそうよ。話したい。やつと何を話すんだ。奴隷助けれないのかな。バロンがやつを呼び寄せたんだ。何か理由があるんだ。あ、そこにいる。そうね、バロンに任せておけばいいわ。アートで救出できるかな。え、怖え。くそ、数え切れないほど嫌がるぜ。整備工、奴隷、女も何人かいるな。おい、バロンの居場所はおそらく上の最上階だろうな。そこの臭い奴らのそばを取って次のフロアへ行け。はい。ボスは悪臭が嫌いだからね。そいつらから匂いをもらうわよ。めっちゃいる。インドがボスのために作ってる車を見てみろ。なんかもう秒で殺されると思ってたから。あ、どれ。もちろん俺たちは見るか。しっかりやれ。ちゃんとしろ。ああ完全服従状態だ。まあ、今のはいいことをしたっぽいな。この人らはどうにもなんないな今は。さすがに。お？見ろ、あのはしごを登れ。意外や意外と。整ってる。こっちか。え、ついにバロン様とご対面。わ、え、娼婦か。娼婦の奴隷か。はい、ウリミルザ。いや、ちょっとな。でどうする？はいはい、ウリミルザ。あ、でこれどうにもならんな。どうしよう。これは放っておくしかないか。雨に来たつもりはないんだけど。メトロで似たような光景を見た。あら、かわいい。遠くから来たの？本当に地元民？ここか？
お前がボスに会いに来たやつか。さっさと入れ。はい。ボス。うい。アルチャムです。違った歓迎を期待していたか。武器をしまえ。ここではありのままで話すことができる。心配するな。何もしやしない。不安だな。お前のいたずらに俺がそれほど困っていないのが奇妙に映ったんじゃないか。まあわかるだろう。この世界は過酷で混沌としている。割とおっさんだ。俺は世界に少しばかりの秩序をもたらそうと全力を尽くしているだけなんだ。秩序がなければ希望もない。そして希望がなければ生きることができない。さて本題に入ろう。観光でここまで来たわけじゃないだろう。お前には目的がある。そしてその目的はここから遠い場所にあるようだ。俺は人生に目的を持っている人間を尊敬するよ。だからお前に燃料を提供してもいい。何、見返りに多くは求めない。ギウルを俺に引き渡せ。え、俺に彼女を渡すだけでお前は旅を続けるための燃料を手に入れることができる。みんな長くそして豊かに生きるべきだ。おっと、セーフ。どこ行った？反対側から鍵をかけた。卑怯者へ。俺がバカだと思うか。取引に応じないなら全員死ぬがいい。まずはお前だ、ギュル。殺せ。敵が来るぞ。来るぞ。犬どもを殺すぞ。そっちか。うわ、隠れるとこないな。そんなに来ないか。よし。アルチョム、何が起きてる？戦闘が起きてる。ダミールも来て。ギウルナイス。あ、そんなに来ない。見せしめにする気ね。うわ、まだ来てる。なるべく接近しないとな。相手もショットガンか。なぜ奴は話をやめた。アルジョム、私は奴に逃げられる前に中に入り、奴を捕らえてドアを開けてやる。大丈夫か？待てろ。あ、まだいる。どこに逃げる気だ、このおしゃべり野郎。嫌だったな。かかってこい。ほい。待って、ギュール。しかもあれ硬いやつか、よりによって。ショットガンマシマシ。なあ、ちょっとちょどっから引火した。
かった、これ弾丸で引火してるんだな、この辺の明かりが。あぶね、ちょっと他の敵をやっちゃいたいな。遠いな。うわー、ここ来るか。あの硬いやつがきちいな。グレーがあと3つ。そこにいるな。お、パターン入ったか。また来た。お、やったか。やってない。助けてー、ダミール。あの大虐殺は全部お前がやったんだろ。よし、助かった。こいつ、おっと、なんだ。ギュール？一体あそこで何が起こっているんだ？どこから脱出しろ！お前たちの撤退を助けるために人を送る！ドアを見ろ！アルチョム、行けるぞ！こじ開けろ。新しい世界を作りたかっただと？こんなもので。いや、そんなことは起こらん。お前の愚行もようやく収まる。まずい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 。ギュールを助ける。バロンをやれ。バロン。なあ。強い者が生き延びるのだ。アルちゃん、頭が邪魔よ。あ、レーザーが当たってる。ナイス。いけないしだ。お前は私の仲間に希望を与えた。私は絶対に忘れない。だがこの戦争は私が始めた。最後を見届けなければならない。勝利する最後。行こう、アルチョム。仲間を助けてくれてありがとう。借りができたな。戻ったのね。心配していたのよ。